シンガポールのフォーカーズに来てます。はい、フォーカーズっていうのは何ですか？フォーカーズっていうのはこういう朝というか屋台、ご飯屋さんの屋台とかお店がすごく並んだフードコートみたいなものですね。あ、そうなんですね。じゃあ、廊下の外とかよく来られる？あ、そうです、そうです。こうああいう風にたくさんお店があって、はい、もう人もすごく賑わってますね。すごい賑やかですね。そうですね。朝、まだ朝9時ぐらいで、ちょっと早いんですけど。そうなんです、そうなんです。もうおじいちゃんとかおばあちゃんとか、あとは若い子までみんなここにご飯を食べに来てるんですね。そうなんです。いろんなお店がありますね。はい、こちらの汁なしの麺なんですが、ちょっとからタレに絡んだ麺になります。で、実はこの麺が向こうの8種類の麺の中から選べる仕組みになっていて、私は今回平麺を選びました。で、こちらがフィッシュボールとかまぼこ、かまぼこかな、こうちょっとなんか練り物が入った、多分色からしてあっさりしたスープになります。じゃあいただきます。じゃあこちらが麺とタレを絡めます。いい匂いです。いただきます。うん、うん、スパイシー、めっちゃ辛いです。美味しい。でもこちらのスープ、うん、こっちはすごく優しい味で、魚介の味がすっごい効いてます。このスパイシーな麺ととってもよく合うスープです。